世界一奪還へ向け挑戦をする U20 日本代表。この動画ではアルゼンチンワールドカップへ挑む U20 日本代表の全選手を紹介する。ゴールキーパー木村良也、日本大学、背番号1、19歳、セービングが武器の大型ゴールキーパーだ。187センチと大柄ながら反応速度が速く、いとも簡単にセーブしてしまう。横浜 F マリノスユース出身であり、トップチーム昇格の話もあったが出場機会のために大学進学を選んだ。そんな木村は今ではこの代表チームの守護神となり、数々のビッグセーブでチームを救ってきた。今度は世界を相手にチームを救うことができるのか楽しみな選手だ。鹿児島 U 流通経済大学、背番号12、20歳、総合力の高さがありビルドアップ能力に長けているゴールキーパーだ。 FC 東京の下部組織出身だが、トップチーム昇格はできず大学進学をした。年代別代表にはずっと招集されており、そのポテンシャルの高さは間違いない。最年長の一人でもある鹿児島はピッチ内外でチームを引っ張り、存在感を示せるかに注目だ。春名流星、水戸ホーリーホック、背番号21、19歳、足元の技術と読みに長けているゴールキーパーだ。ユース時代をセレッソ大阪で過ごし、トップチームにも2種登録されたが昇格できず水戸ホーリーホックに入団した。珍しい経歴であるが、プロに対する強い気持ちから生まれた行動だろう。憧れのプロから今度は世界一を目指す立場になって奮起しないわけがないだろう。ディフェンダー松田颯、水戸ホーリーホック、背番号2、19歳、左利きのスピードスターだ。攻撃ではスピードに乗って仕掛けていき、クロスを上げ切る力がかなり魅力的だ。その自慢のスピードは守備でも生かされ、背後を取られてもすぐ追いついて奪い返してしまう。世界のスピードスターたちを相手にも勝負できれば、世界中のスカウトが注目する一人になるかもしれない。田中隼人、柏レイソル、背番号3、19歳、ビルドアップ能力にも長けた大型センターバックだ。長短のパスがどちらもうまく、フォワードまで正確なボールを供給することができる。空中戦になっても負けることがなく、しっかりと跳ね返すことができる。チームではあまり出場機会に恵まれていないが、今大会で世界基準を知ることができれば大きく成長するだろう。菊池修太、清水エスパルス、背番号4、19歳、清水育ちの万能型センターバックだ。ヘディングの強さもあり、キックの精度も高く、さらにカバーリング能力も高い。どれをとっても世代屈指で日本代表の守備陣に安定をもたらす選手だ。今大会では世界の強力なフォワードたちに対してどこまで戦いチームの勝利に貢献できるか注目したい。チェース・アンリ、 VFB シュトゥットガルト、ドイツ、背番号13、19歳、ドイツ2年目のシーズンを送るディフェンダーだ。自慢のフィジカルはドイツに渡り、さらに強さが増し世界基準になりつつある。攻撃でも打点の高いヘディングで虎視眈々とゴールを狙う。すでに飛び級でパリオリンピックを目指すチームにも招集されており、今回の代表活動ではリーダーシップも求められる重要な選手の一人だ。屋敷優生、大分トリニータ、背番号15、19歳、フォワード出身の超攻撃型サイドバックだ。屋敷はフォワードやシャドウを主戦場としていた選手だが、代表の活動ではサイドバックとしてプレーする。スピードが持ち味で攻撃参加でより良さを発揮することができる。得意ではないという守備でも体の使い方など工夫を凝らし十分に戦えるようになり、今大会でさらに化ける可能性が大いにあるだろう。高橋ニコ、 FC バルセロナ、スペイン、背番号16、17歳、世界トップクラスの名門所属のディフェンダーだ。さすがの技術の高さは世代屈指であり、常に前向きでプレーをする。サイドバックながら高い位置での攻撃参加も多く、万が一ボールを失っても徹底されたプレスバックで奪い返すことができる。強度の高さも世界クラスの高橋は今大会日本代表を世界の頂点に導くためのキーマンの一人となるだろう。高井康太、川崎フロンターレ、背番号19、18歳、昨季高校2年生でプロ契約を交わした大型センターバックだ。192センチと日本人では稀な高さを持つ高井は今季からレギュラーとして川崎の壁となっている。高さを生かした守備ももちろんだが、彼の持ち味はパスの出し手になれることだ。
現代のセンターバックに必要なビルドアップ能力も持つ高井は今大会の活躍次第では世界中のクラブが欲しがる逸材かもしれない。ミッドフィルダー、山根陸、横浜 F マリノス、背番号5、19歳。サイドバックもこなす技巧派ボランチだ。今季はクラブでサイドバックをこなすことも増え、よりプレーの幅が広がっている山根は技術の高さが最大の武器だろう。その高い技術でチームを落ち着かせ、時には勢いに乗せていく。昨季はルーキーながら堂々とプレーし、観客を魅了していたのだから、この大舞台でもたくさんの人を魅了し評価を高めるだろう。福井太一、 FC バイエルン・ミュンヘン、ドイツ、背番号6、18歳。世代屈指のチャンスメーカーだ。サガン鳥栖 U18 からドイツの絶対王者へ移籍を果たし、現在は B チームで試合に出続けている。高い技術と広い視野で舵を取り続け、タイミングを見計らってゴール前へ侵入していく。どのプレーも質が高く、セットプレーのキッカーもこなす福井はこの大会でさらに価値を高めることは間違いないだろう。松木玖生、 FC 東京、背番号7、20歳。世界に力を証明したい逸材だ。高校時代から国内では世代屈指のスーパースターとされてきたが、世界からの評価される機会は少なかった。ついにやってきたチャンスで松木は自慢のフィジカル、並外れたメンタルでチームを牽引し、個人としてもチームとしても世界を驚かす結果を残せるかに注目だ。佐野皓大、ファジアーノ岡山、背番号8、19歳。フィジカルの強い高校から出てきた天性のテクニシャンだ。全国屈指の総力を誇る米子北高校出身である佐野はプロ1年目からファジアーノ岡山でレギュラーに定着し、チームのために体を張り誰よりも走っていた。しかし佐野の最大の持ち味は高いテクニックである。相手を何度もかわしていく。今回のこの大舞台で良さを存分に発揮できれば世界中が惚れ込むに違いない。北野颯太、セレッソ大阪、背番号10、18歳。セレッソ大阪で最年少記録を2つ持つ若きエース候補だ。スピードのあるドリブルが一番の武器であり、細やかな技術、シュートへの意識の高さも持ち味だ。クラブでは思うような結果が出せていないが、1得点でも上げることができれば勢いに乗っていくだろう。この大会でも10番を背負う北野はスピード全開で世界に挑む。レイナガ・タカトラ、川崎フロンターレ、背番号14、20歳。左利きの技巧派サイドアタッカーだ。独特な間合いと柔らかなボールタッチで相手を翻弄し、カットインからのシュートが最も得意なプレーだ。左利きの右サイドで目の前の敵を翻弄する姿はモハメド・サラーをも想像させる。そんなエイナガのドリブルは間違いなく日本にとって武器になるだろう。相手を切り裂いていく姿に期待だ。松村浩介、法政大学、背番号17、19歳。ポリバレント性に優れたゲームメーカーだ。トップ下でもボランチでもこなし、時にはウイングバックもこなす。最大の武器は頭の良さと考え続ける力で、どのポジションに入っても役割を明確化し、的確な選択をすることができる。スーパーな存在ではないが、考え続けることでチームの勝利に貢献し続ける。阿部大成、フィファーレン長崎、背番号20、18歳。長崎一筋の攻撃の核となる選手だ。 U12 時代から長崎の下部組織に所属しており、2022年に高校生ながらプロ契約を結んだ長崎期待の選手だ。ボールに多く絡み、時には弾丸ミドルシュートを放つ。チャンスメイクがうまく、その左足からは様々なパスが放たれ、見ている人たちを魅了する。阿部の左足からどれだけ得点が生まれるか楽しみな選手の一人だ。フォワード、福田師王、ボルシア・ミュンヘングランドバッハ、ドイツ、背番号9、19歳。昨年の高校選手権で得点王に輝き、神村学園高等部のベスト4進出に大きく貢献したストライカーは高校卒業後にドイツへ渡った。最大の特徴はフィジカルの強さで、ドイツでも簡単に当たり負けたりはしない。さらに得点力も抜群で、多彩な得点パターンを持つ世代トップのストライカーだ。この大会でも誰よりもゴール前のプレーに参加し、得点王を狙いたいところだ。坂本伊佐、ファジアーノ岡山、背番号11、19歳。現在はガンバ大阪からのレンタルでファジアーノ岡山に在籍するストライカーだ。今季は出場わずか3試合で1ゴールと苦しいシーズンを送っているが、
ゴール前での的確かつゴールの可能性を高めるポジション取りは健在だろう。 U20 アジアカップでは大事な場面での得点もあり、その気持ちの強さも彼の武器であり、日本代表に必要なものだ。熊田直樹、 FC 東京、背番号18歳。日本のレジェンドたちが期待するストライカーだ。サイズもあり、力強さも兼ね備える彼のプレーは見る者を驚かせる。 U20 アジアカップでは弾丸ミドルシュートを放つなどで5得点を挙げ、得点王にもなり、その実力はすでに証明済みだ。大舞台でも動じることなく発揮される熊田の能力には期待しても良いだろう。今回はアルゼンチンで行われるワールドカップに挑む U20 日本代表全選手について紹介しました。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。